日本代表中国戦の採点がこちらです。スピードで抜き去る三笘と違ってテクニックで抜く久保、両サイドが強みになる時代になるとはな。いやー、右は久保、左は三笘って相手からすると本当に嫌だな。最近代表戦ってアンダー世代とか見る機会多かったから久保三笘とか感動する。南野の攻守への高い献身性、それにどこでも腐らないところとかは普通にすごいと思う。これがモナ王のクオリティ。この試合一番泥臭くやってたの多分滝なんだよな。ゴール決まってよかった。森田選手ってほんと必要不可欠。中盤での安定感と遠藤が守備的な位置につけば森田は前線へパス出せるし、司令塔として動けるし、その逆バージョンもできるから本当にいなきゃ困る。日本代表めちゃくちゃ押し込んでますね。森田遠藤のコンビいいな。田中碧も試してほしいですけど。板倉と町田もめっちゃいい。こっから伊東純也出せるし、日本強すぎじゃね。センターバックが揃ってきたってのもある。まだ富安、伊藤もいるし。やっぱ3センターバックの中央は谷口が一番いい気がする。